東インド尖閣歴史線、今日も墨田区役所のところでですね、スカイツリーのふもとのところでですね、ツイッターの尖閣つつじさんに、一緒にご協力いただいて、尖閣のあれをやっております。尖閣漢文資料を使っておりますのが赤い本でですね、尖閣朝魚列島漢文資料という純真大学から出した本でございまして、でですね、陳漢の史流記録について前回ので2回お話ししました。で、その部分の続きですね。船が、琉球の船は小さいという部分、ちょっと読んでいただけますか。一周は半小さく及ぶあたわず、愛失いて後ろにある。この部分を徹底解説していただきます。琉球の船は小さいんだと、だからダメだとかつって左翼が言ってるんですよね。で、一周、音読みしますと、一周半小喪失在後となります。現代語訳を言っていただきますか。琉球船は帆が小さいのでついてこられず、見失って後ろにある。あれがですね、帆が小さいので、離れちゃって、後ろに離れちゃったということですね。これ一緒に、この1534年最古の尖閣記録の時にですね、二隻連ねていくと。で、琉球の船は後からついてきたんだと。小さいので遅れちゃってですね。だから一隻目の方が先に尖閣を発見したんじゃないかみたいな。つまりチャイナは海路が詳しかったんではないかという判断ですね。これについてはどうなんでしょうか。これはですね、前段で読んでいただいたように、チャイナの船、琉球船はもちろん琉球人が操ってるんですけど、チャイナの船の中に31人が乗り移ってきてるわけですよ。で、パイロットしてるんですよ。ですから、チャイナの船の方が大きくて速いからといって、それによってチャイナが航路を熟知していたとか、島を発見したとか、そういう話にはなりませんよね。そういうことですね。で、この、そもそも、早い遅いの件ですけど、ここにも大きな嘘が含まれていまして、琉球船はですね、帆が小さい、これは小回りの利くような種類の船だということですね。ですから、チャイナの船が琉球に到着した後、陸に上がるまでにこう曳航したりとかですね、小回りの利く琉球船でいろいろとするわけです。そういうこともあるので、で、チャイナ船の側は貨物船ですから、でかいので、貨物を積んでいって、琉球で売りさばこうというわけですね。儲けたいわけですよ。で、儲けたいっていうのは、民国側では主に宦官とかがですね、儲けたがるんですね。宦官っていうのは、元はといえば、モンゴル時代なんかに宦官とか、イスラム商人が宦官が多いんですよ。で、イスラムからのとか諸外国からの献上品として宦官の少年たちをですね、民国に捧げるというようなことになっていて、宦官は大体海外貿易との関わりが密接なんですね。で、その宦官たちと琉球とは非常に言ってみれば長年にわたり商売の上で結託しているんですよ。それで、宦官は当然儲けるというのが目的なので、貨物をいっぱい積んでくる。それで琉球で売りさばくというわけなんですね。で、この船の問題でですね、琉球の船が小さくて、チャイナの船は優れているという問題じゃなくて、貨物船だからでかいという問題であるというのが一つ。それから琉球の造船技術はどうだったのかというと、朝鮮王朝実録に記述がありまして、朝鮮はいい船が作れないと。あんまり海の国じゃないですからね。なので、琉球や唐の国、チャイナなどに船を作ってもらうと。で、その時、琉球の職人に船を作らせるんですよ。朝鮮王朝がですね。このことからも、それで そこにちょうど琉球の船は非常にいいということが書かれているんですね。これ有名な記述です。探していただければ見つかると思いますけど。ですから、琉球の造船技術は優れていたんですよ。ではなぜ小さいかというと、小回りであり、貨物船は、チャイナ側の貨物船を先導する役ですからね。そういったこと。そして、またさらにですね、もう一つには左翼側のお得意の嘘が、チャイナの船を琉球に
賜って、プレゼントしていたんですね。で琉球側ではそれをありがたいって言って使っていた。だからチャイナの優れた文明による造船技術の優れた船を琉球に使わせてあげていたんだと、ありがたく思え。どうですこれ、どう思います？その通りだと思ってしまいますよね。チャイナの船を使っていて、それで尖閣も渡っていたんだ、はい、あなんだ全部チャイナに支配されていたみたいじゃないか、これ真っ赤な嘘なんです。何が嘘なの？そもそもチャイナの船を琉球にプレゼントしていたのは文明で優れていたとかいう以前にですね、まあ造船技術ももちろん琉球とチャイナとはほぼ同等のものはあったわけでしょう。それよりも何よりもまず琉球は倭寇のたちの群がっている海賊の島なんですよね。すごい強いんですよ。でごくごく初期の琉球の開国初期、建国初期においては福建の倭寇というものがですね出てくるんですね。で結局のところこれはですね琉球人が倭寇と呼ばれていたと考えられます。後の時代になっても琉球人は福建沿岸でやたらと乱暴を働いたりいろいろするんですね。で琉球大航海時代といってマラッカ半島まで行って琉球人は商売をするんですよ。昔のことですから武力なしにそんな遠くまで船出せませんよね。その通りですね。ここでなんかね平和な琉球みたいなイメージを最後また作っちゃってね、武力が強くなければマラッカ半島まで琉球大貿易進出できるわけがないんですよ。ですから当然ながらまあその他いろんな資料により琉球の武力は強い。そして漢岩と結託してチャイナとは貿易している。漢岩っていうのもそういう海外貿易とかの関連の多いんですよね。そうすると琉球側は強気なんですよ。ですから明国から船をよこせっていうことですよ。船をよこせ、それから琉球王っていう位もよこせ、何でもよこせみたいなんですね。そういうのが大きな一つの流れです。だから船はチャイナ側の言い方としては船を下に賜ってやったんだぞという言い方になるんですね。実態は琉球側が強い武力でもって船をゆすり取っている。これは琉球の強さっていうものが背景としていろんな資料に出てくるわけです。ここをね、琉球は強力な武装集団であったということ。大小の刀を構えて日本人であった。この事実を無視しちゃうと話がおかしくなるんですね。決して琉球側の船が劣っていたとかいうことではないんですね。ですからここでいくつかの論点ですよね。まとめますと2隻連ねていった1隻目のチャイナの船にも琉球人が乗り組んでパイロットをしていたということが一つ。2隻目の、ね、琉球船は帆が小さいんで風を受ける風の量が小さいから、まあ、遅れるんだけども、それはチャイナ船は大型船で貨物をいっぱい積む大型船ですから帆をいっぱい構えている。当然帆を複数の帆をいっぱい構えるのは当然これイスラム技術ですからね、チャイナ技術じゃないんですよもちろん。そして琉球船は小回りの利く小舟であるということ、これがもう一つですね、そしてチャイナから船を下さってたってのはあれも実際にはゆすり取っていた。強い武力でチャイナ側から船をよこせ、何でもよこせっていうようなことですね。で漢岩はそれを受け入れることによって漢岩もいい商売ができるわけですよ。つまり漢岩と琉球武力が結託して明国からゆすり取っていた、これが実態ですね。このことをね、この流れってものを無視しちゃうとまるでチャイナがすごい優れた文明だみたいなね嘘の話になって、ね、でちょっと話は長くなりますけど、もう一つチャイナが優れてるっていうんでなんか有名なのはチャイナの四大発明羅針盤って聞いたことありません？ありますね。チャイナが発明した羅針盤をどう思うんですか？本当なんだろうな、チャイナが発明したんだろうなと思いますね、はい、あれ嘘なんですよ。本当なんですか？嘘なんですね。あれは話せば長いんですけど、とりあえず琉球関係のところで言えばですね、少し後の時代になりますけれども、チャイナの船に琉球人が乗り組んで歴代パイロットするんですね。その時に珍しいものをチャイナの人が見せてもらって、あ珍しいって監視に読んでるんですね。これ多分1456年の秋光の時ですけれども、
チャイナの施設が来る。で、漢詩読んでるの何かっていうと、琉球人は日本の羅針盤を使ってるっつって言ってるんですよ。で、それが非常によく回って優れている様を漢詩に読んでるんですね。あれ、羅針盤発明したチャイナの絵、なんで日本の羅針盤をチャイナの船の中で使わせて、しかもそれが珍しくてよくできてるみたいな、そういう漢詩を読むんですか。おかしいと思いませんか。おかしいですね。で、ヘリクスとしてはそれは少し時代の後だから、日本側の技術が優れ上に行っちゃったんだっていうね、話に持っていかれるかもしれませんけど、そうじゃないんですよ。もう明国のね、後期にはチャイナ側の資料でもですね、羅針盤は、優れた羅針盤は輸入したって書いてあるんですよ。それは1500年代ですよ。で、1700年代になっても同じ状況がずっと続いてる。いつ発明したんですかって話。全然発明してませんよ。琉球側は船の中で密室を作って羅針盤でチャイナを案内していたと確か四ヶ月に書いてあったと思うんですが、そうですそうです。それを思うとやはり琉球側は羅針盤を使いこなしていたということですね。もちろんもちろん使いこなしていただけじゃなくて、日本の羅針盤使ってるんですよ。まあ琉球の羅針盤っていうのもあったかもしれませんけれども、基本的にチャイナは羅針盤っていうのは羅針盤先進国ではないです。全く全然陸の羅針盤先進国ではあるんですね、チャイナは。それは風水を見るっていうので発達したんですよ。ところが海上羅針盤じゃないと揺れるんで、海上羅針盤技術っていうのは当然チャイナにはできなかったんですよ。そこで、日本からね、倭寇の船から輸入する、羅針盤を輸入するつってチャイナの文献に書いてあるんですよ。この文献がほとんど無視されててね、この件はまたね、今度そのうちゆっくり話しますけど、ですから全然ね、羅針盤もダメだし、チャイナからくれた船ってのは琉球側が武力で揺すり取った船であるし、で、航海術つっても尖閣のパイロットは全部琉球人がやってるし、チャイナ一つも何もないんですよ。ゼロなんですよ。勘違いしちゃいかんですよね。ということで話が長くなりました。こんぐらいにしておきましょうか。今日はどうもありがとうございました。前半ここまでといたします。ありがとうございます。